とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、昨日、古代狩りを周回しまして、魂のハンタークロスボウを探しました。探したんだけども、ちょっといまいちのやつだったんだよね、出たのが。で、もう少し回ってみましたところ、出ました。出ちゃいましたよ。これ、黄金に、球根3がついてます。これはもう最高だと思いますね。ただし、パワーはまだ上げてません。232ですね。でも、苦痛の矢筒で攻撃をするので、まあ、関係、そこまでないかな。通常のダメージは減ってるんだけども、苦痛の矢筒のダメージは減らないので、まあ、とりあえずは使っていけるので、一度使ってみましょう。で、カスタムをして、エンチャントは完璧にしてます。まずここ成長だよね。で、マルチショット。ここをどうするかなんだよね。流れ込む魂だったらば、武器が、ツタの鞭を装備できて、強いやつにも安定して挑んでいける。でも、成長をつけると、雑魚をね、まあ、寄せ付けないだろうから、強そうなんだよな。まあ、とりあえず、どっちの方が良さそうなのか、一度、使ってみようと思います。まずは流れ込む魂。これから使ってみますね。それでは行きましょう。ではまずは、これですね。流れ込む魂をつけてますので、武器がソウル系じゃなくてもいけるようになってます。ツタの鞭で、ダイナモついてますね。これで、強敵が出てきた時も倒せるっていう感じです。あ、そうか、羽ぴょんしないから、ダイナモが、溜まりにくいんだ。そうか、そうか。あー、ちょっと待って、これ、球根が早めに来てくれないと。おー、来た。じゃあ。はい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 。おーよよよ、いいよ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 。なるほど、うん。使っていける。やっぱ、ハーベスターで一発で、700万か、与えれるっていうのはでかい。あー、で、成長だね。成長がものすげえ強い。うん。あ、やっぱ、マルチショット成長がつくと、えぐい。うんうん。あ、ソウルの集まり方もね、すんごいね。はい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 。ああ、あり。これはね、いいと思う。でも、高難易度でブワーってきたときが、対応できるかな、どうだろう。ここだからいけてるような気もするんだよな。若干、クールダウンまでの時間が長い気もする。うん。あ、でもね、ソウルはね、これは絶対なくならないね。間違いなくソウル枯渇することはない。うん。なるほどな。いや、強いよ、強いけども、ちょっと、うーん、クールダウン2ぐらい欲しいかな。じゃないとハーベスターがね、回復するまでが若干時間がかかる。これが今若干の時間だから、まあ、逃げてればなんとかなるにはなるけども、若干不便かな。ギャッ、オッケーオッケー。うん。で、ダイナモは、まあまあ、ちょくちょく、あ、そうか、そうか、これ、羽つけてるからだ。羽じゃなくって、これ、あー、はい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 。ハーベスターを、2つでいい。うん。普通の矢頭痛、ハーベスター、ハーベスター。これでいいわ。これ、羽は必要ない。うん。あ、そうか、そうか、そうか。そうか、アーティファクトが、羽のところがフリーになるんで、そこを苦痛の矢筒2つ入れるとか、ハーベスター、もしくは、なんか、別のやつ入れていっても良さそうよね。あー、それこそ、炎症のトーテムとか、いやー、良くねえか。炎症のトーテム良くないか。それ入れるならば、雷の杖とか、そこら辺を入れていっても、いいんすかね。あれ、雷の杖がない。どっか行った。まあいいや。とりあえずボス倒してみましょう。
です、うん、ただ強敵が出てきた時がノックバックしないんで、そこはちょっと問題ありかな。うん、まあその時はこれだよね、下の時で、うん、こういう HP むちゃくちゃ高いやつでもワンパンで倒せるので、いいね。はい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 、あ、これは全然良かった。やっぱり武器はツタの向きをつけてワンパンしていく感じが強いので、あ、これはいいですね。では次、衝撃をつけたやつでいってみましょう。それでは次はですね、こっちの方です。成長マルチショット衝撃ですね。多分敵は寄ってこれないと思う。で、さっきは羽を間違えて入れたんだけども、今回は羽をなしにして普通の矢筒を2つ入れてます。まあ強敵にはあまり対応できないけども、いや、できるか。一応ね、フロストサイズにダイナモ入れてます。なので20溜まれば、まあ1000万近くのダメージは出せるので、ある程度倒せるかな。やべえ、ちょっと待って冷気ついてる。 OK、 おお、すげえ。だ、敵は寄ってこれない。うん、すっげえ。うんうんうん、で、あれか、魂の共鳴でクリティカルが出るんで倒していける。安全だね、こっちは。うん、ものすげえ安全。雑魚戦ではこっちが強いかもしんない。ただボスになると、普通の矢筒が効かなくなるんで、ダイナモが欲しくなるんだよね、ツタの矢の。そうかそうかね。あー、いやいや、いいよ、面白いよこれ。敵が全く寄ってこれない。エンチャントの敵も問題ないよね。問題なし。はい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 、来い来い来い。全然ぶっ飛ばす。あ、ぶっ飛ばせる、すっげえぶっ飛ばせる。こりゃ強いわ。あ、いやー、いいね、面白い、これはいい。やっぱ苦痛の矢筒の成長、これは最高やね。ものすげえぶっ飛ばすんで、全然問題なくいける。はい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 、やっぱり羽をなしにして、どっちかをソウル系のやつ、まあ、ハーベスター、おそらく流れ込む魂の方はハーベスター2つの方が良さそう。でもこっち衝撃の方は通れねえな。うん、この苦痛のやつを入れていくと良さそうだね。 OK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 。 いやいや、このね、成長との相性が抜群すぎる。ここまでぶっ飛ばして戦っていけるといいっすね。まあまあ、問題はあとはボスっていうところかな。ボスをどういう風に倒すのか、それがちょっと問題になってくると思います。しゃあすっごいすごいすごいすごい、成長数がやばすぎる。となるとハーベスターもね、256、もう一個欲しいな。うん、ソウルビルド用にね。まあどっちにしろ、両方ともソウルがなくなるっていうことはないですね。あ、ちょっと待って、足らない、ソウルが足らない。全然ぴょんぴょんしてなかった。ぴょんぴょんというか回してなかったな。あー、なるほどね。雑魚戦はね、こっちの方がやっぱりいいのよ。いいんだけど、ちょっと、ボスとか強敵とは戦いにくいな。よし、どんぐらいいける。全然ダメだそんぐらいしかダメか。まあ、とりあえず倒しますね。倒しました。倒すのはめちゃくちゃ時間かかる。ダイナモであんなダメージ与えれないんだな。まあまあ251だからか。263になるともうちょっと増えたんだろうな。はい、まあとりあえずクリアです。はい、
それでは戻ってきました。今日はですね、これ、まだパワーは上げてはないんですけども、全然強かったね。魂のハンタークロスボウの、球根成長、マルチショット、衝撃、もしくは流れ込む魂で使いました。流れ込む魂の方は、まあ、武器が、ツタノムチ装備できるので、強敵相手でも全然いける。でも、ザコは、結構寄ってくるのよ。寄ってくるんで、ハーベスター2つつけると、いい感じになりそうね。ハーベスター2つ、苦痛の矢筒。うん、それでいい。で、衝撃だったらば、敵がまず寄ってこない。うん、寄ってこないので、苦痛の矢筒を2つとハーベスター1でいいですね。でも、こっちになると、武器がソウル系になるので、ちょっと火力が落ちます。強敵と戦うときが、ちょっと苦労しますので、どうだろうね。どっちとも捨てがたい。なので、もう一個探すかな。理想的なやつをもう一個探して、この衝撃と流れ込む魂、両方とも使えるように、ちょっとしとこうかなと思います。もうちょっとね、こだわり回ってみます。いや、でも本当に強かったので、このベタ足のソウルビルド、おすすめです。結構いいですよ。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。